えー、お疲れ様です。今回すごいニュースが入ってきましたね。あのデータ流出といえば、被害者が日本とかね、アメリカ CIA とか、イギリスとかみたいなところで、で、盗んだやつがなんか中国みたいなイメージが私なりにあったんですけども、今度ね、中国が被害者になってますね。中国で史上最大のデータ盗難ということで、上海警察から 10億人分盗んだとハッカーが連絡してきたということですよね。いや、すごいですよ。10億人分のデータを盗んだなんてね。いや、この流出事件は多分人類史上初じゃないですか。ということはね、うかうかできないですよ。10億人盗めるってことは、地上の70億人分のデータ盗まれるってことなんですよ。まあでも正確にはね、 地球上の人口が75億人とか80億人って言われてますけども、まあ、そもそも、うん、自分のデータを持ってない民族、国民も、うん、30億人ぐらいいると言われてます。つまり出生届もないし、なんなら名前もないとかね、身分証明が全くないと。免許証も身分証明書も全く持ってない人が30億人いると言われてるんですよ。逆にそういう方は盗まれずに済むということなんですけども、 まあ下手にね住民登録したりとか自分の銀行口座があったりとか身分証明ができる人免許証を持ってる人パスポートを持ってる人っていうのは今度ねこういった盗まれるリスクにさらされてるわけなんですよ、まあ、つまり大富豪ででいいいう逆転現象がいつ起きてもおかしくないですよねえ例えばね大富豪のデータを盗んでそしてそのデータを身代金とともに交換するみたいなそんなビジネスもこれから起きてくるかもしれませんよね ピンとこない方に言いますけども、じゃあね、Google のログインパスワードを、ね、盗まれました。で、書き換えられちゃいました。もう自分自身で自分のアカウントにログインすることができません。そういう時に、何らかの方法でメッセージが来て、お前のログイン ID とパスワード返して欲しければ、身代金を出せって言われたら、やっぱりね、金額によっては出しちゃうでしょ。だってね、自分のメールのデータとか、連絡先とか、自分のね、 取引先とかそういったものも全て入ってるわけですから下手にねむちゃくちゃなスパムを自分のアカウントから送られたらたまりませんもんねつまりはこれからの時代って情報を持ってる人が一方的に強いわけではなくて今度はねその情報を縦に取られてもう大逆転させられる可能性もあるってことなんですよちょっと怖いですよねさあそれで今回ねこういうふうに記事になってます オンラインのサーバー本雑フォーラムに先週掲載された匿名の投稿によると、このハッカー一人あるいはハッカー集団は、データベースから盗んだとする名前、住所、出生地、身分証番号、電話番号、犯罪利益など23テラバイト超える相当の売却を提案、えー。暗号資産、仮想通貨、ビットコイン10単位以上、つまりは2700万円との 引き換えを求めたということですけども、随分身代金としては安いですね。いや、これだったら、やっぱりね、300億ぐらいと引き換えてもいいぐらいなんですけども、この10億人分のデータをね、2700万円で売るよって言ったら、今度は買いたい人、善意の第三者っているのかな、これ。そういう人も出てくるんじゃないですかね。はい。そして、被害を受けた上海市当局からの公式な反応はありませんと。同市の警察と中国の 国家インターネット情報弁公室にコメントを求めるファックスを送付したが何も今のところは落とさたがないということですよねまあそれはね反応できないでしょうねこれはねいやすごいことが起きましたね一体何が起きるのかこれからも全くわからない時代になってきました